はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、いやー寒いね。はいね。いやー、なんかジムから、帰ってきて、まあ今なんかヨーグルト食べたりプロテイン飲んだりして、ちょっとゲームやって、まあ今に至るんですけども、なんかね最近ねなんか風邪っぽいんですよね。でだいたい木曜金曜ぐらいになってくると、ああ治った、ああ良くなってきた、風邪やっと治ったっつって土日ジム行くと一気にぶり返すんですよね。それがもうね 2,3 週間続いてます。はい。やっぱジムでね、一生懸命トレーニングすると、まあ免疫が下がりますね、体にダメージ負荷がかかるんで、はい、そこでぶり返すんでしょうね。健太店長です。はい、ね今日のお話はですね、最近ね、まあ僕の職場、まあ何回も言ってますけど事務職で結構固い業界なんで、結構真面目な方がね多くてね、まあ業務中すごい私語が少ないんですよね。はい、なんでまあ僕は静かなの結構苦手なんで、どちらかというとどんどんコミュニケーション取っていきたい派なんでね、まあ隙を見てはね隣の人に話しかけてるんですよ。まあ迷惑だろうけども、まあまあちょっとずつ明るい職場にしていこうかなっていうことで、まあいろんな人に話しかけてるんですね。でね、まあお昼の休憩の時とかも、まあ、食べ終わった後ちょろっと喋ったりするんだけど、で、まあ、たまたまなんですがね、最近僕より年の若い、人たちと喋ることが多くて、25、6、7、ぐらい、まあ、もしくは30ぐらいか、はい、とにかく僕よりかね年がちょっと若い人と話す機会がそれで多くて、びっくりしたのが、最近のその若い子たち、まあ25、6、7って若い子たちになるのかちょっと分かんないんだけども、まあ僕からしたら若いからね、25、6、7、まあ、ぐらいの子と話すと、趣味がねないっていうふうに答える人がすごく多いんですよ。僕の職場だけ特別なのかなっていうふうに、まあちょっと思う節もあるんだけど、たまたまちょっとねやっぱおとなしめの人が集まってるんで、まあ、そのせいなのかなとも思うんだけど、パーソナル教えてる人、僕がそのトレーニングを教えてる人も、その趣味とかあるんですかって聞くと、いや特にないっすねっていう人はね本当に多いんですよ。でまあ僕が今パーソナル教えてる人も僕より若いんで、でね僕の嫁さんも最近でこそいろいろちょっとまあなんか趣味っていうか、まあ、読書だったりね、で最近トレーニング結構頑張ってやってますんで、そうなんかなんとなく趣味っぽいのがありますけども、出会った当時は趣味何って聞くとね、趣味特にないっていう風にやっぱ答えてたんですよね。なんかね僕の年代からすると結構ね、まあ信じらんないってまでいかないけど、いやそうなんだなって、最近の子たち趣味がなんかある人少ないんだなと思って、なんか多分これ偶然じゃないと思うんですよね。だいぶね僕が聞くとね、いやなんか特にこれといった趣味って思いつかないなって答える人本当多いんですよ。で大体出てくるのが、じゃあ休日、まあ仕事じゃない日、休みの日何してるんですかって、まあ聞くじゃないですか、趣味なんですかって聞くと、いや趣味ないなーって言うから、じゃあ休みの日何してるんですかって聞くと、いや特に何にもしてないかなっていう人めっちゃ多いんですよこれ。で、あ、強いて言えば YouTube とかのインスタグラムのストーリーとかの動画見てますねっていうの、これがすごい多いんですよ。趣味ないですねっていう人の
8割方休みの日は家で YouTube 見てますね、動画見てますねっていう人がね、本当にね多くて、8割方これっすよ。うん、だからね、俺ねびっくりしたんですよね。うん、そうなんだと。へえ、だってなんかやっぱ僕が若い時って何らかの趣味っていうか、なんかその持ってる人が多かった。例えばね、インドアの人でも趣味なんですかって聞くと、あ、ゲームですねとか、あ、プラモデルですねとかね、答える人多かったと思うんですよ。これ気のせいじゃないと思うんですね。はい。まあ、インドアの人でもアウトドアの人でも何らかのやっぱその休みの日って結構、まあ、趣味の時間、まあそれに費やしてる時間多いですねっていう感じだったんだけど、最近聞くと本当にね、特にないっすねっていう人がね本当増えて、これ多分ね、おうち時間っていうか、その、ね、なんだろう、まあスマホですよね。スマホでなんかその暇が潰せちゃうね、それがまあなんていうか充実しすぎちゃったのかもしんないっすね。僕ら若い時スマホなんてそもそもないですから、本当に家にいようもんだったら、まあ、テレビゲームでもやらない限り時間潰すことってほとんどなかったんですよね。うん、だからなのかな、うん、動画をなんかそのスマホで見てぼーっとできるっていう、そういうことはそもそもできなかったんで、まあそれだからなのかもしんないんだけども、そう、最近やっぱその SNS とかね、なんかスマホのまあ機能が良くなったりして、家にいても案外時間潰せちゃうんだろうね。うん、これはいいんだか悪いんだかちょっとよくわかんないですけど、僕もね、ほら今もう非正規雇用の道に飛び込んで、まあもう3年目ぐらいかな、はい、になるんで、結構節約とかね最近してるんですよ。そうで、ポイント活動なんつってね、最近流行ってますよね、ポイ活っちゅうので、それの一環で僕スマホのアプリとか結構やるんですけど、確かに休みの人がちょっとアプリとかやってると気がつくと小1時間経ってる時とかあるもんね。うん、だ、意外とスマホってさ時間泥棒ですよね。うん、まあ、別にね、趣味がなかろうがね、別に悪いことではないんで、うん、まあそうなんだって感じなんですけども、でもまあやっぱりまあ大人になるとね分かってくると思うんですけど、趣味がないとね結構なんか1年俺何やってたかなっていう結構時ってあるんすよ。はい、まあ、僕はやっぱね、まあ、ボディービルっていう情熱傾けるものがあるんで、まあ毎日楽しいですよ。でね、嫁さんもねそばにいてくれるし、今全然お金持ってないけどね充実はしてるんですね。はい、だやっぱ趣味ってねすごい大事だなって俺は思うんだけども、どうなんすかね、やっぱ時代なのかね。うん、なんかさ、そうで、やっぱ趣味を持ってると出会いもあるじゃないですか。うん、まあインドアの趣味でもね、最近ほらゲームで知り合った、結婚したとかもね、アプリで知り合って結婚したとかも、まあ、ありますから、何らかその、の趣味を持ってると、インドア派でも意外とね、異性と知り合ったりする機会ってあるのかもしれないんだけど、趣味がないと、どこで出会うんですかね。まあ、職場なのか、紹介なのか、あとは最近マッチングアプリとかもね、普及してるし、それなのかね。だけどびっくりしたね。もうあまりにも趣味ないです。休日家でゴロゴロと YouTube 見て動画見て過ごしてますっていう人が本当に多くて、いや40代50代とかね、のおっさんおばさんならともかく若い子がそういう回答をするってのがね、ちょっとびっくりでした。はい。まあ、外に出りゃいいってもんじゃないし、まあ、こんなご時世ですしね、なおさらなんですけども、まあ、だけどやっぱ外に出てね、人と関わったり、何かその、まあ、家の中じゃ見れないものを見たり、まあ、自分が知らないところに遊び行ったりね、知らない風景見たりすると、やっぱね、脳は刺激を受けると僕は思うんですよ。家の中にいてやっぱ動画見て、まあテレビの画面でもそうなんですけど、
その画面を通して見る風景、それとやっぱ自分の肉眼で見る風景って全然違うっすよね。だからいやいや家の中にいても健太店長いろんなとこ行けますよ。今世界中の風景見れますからね、ストリートビューとかすごい見れますから、世界旅行家にいてもできますからとかいうやつたまにいるんだけど、やっぱ肉眼で見るのとね、全然その入ってくるパワーっていうか感じるパワーは違うと思うな。俺家の中でロサンゼルスの風景とか動画見てて、あ、まあいいなって思うけど、やっぱ実際行ってみて思ったのは全然違うもんね、自分で行ったりすると、空気感とかね、そもそも壁だってさ、テレビで見てる画面通しての壁とやっぱ手で触って肌触りを感じる壁って全然脳が受ける刺激って絶対違うんですよ。そうだから、まあなんかその一概には外に出た方がいいよとは言えないけど、僕の個人的な感覚としてはやっぱ外にね、若いうちは出た方がいい気がするよ。これはおっさんのたわごとなのかもしれんのだけどね、もう時代じゃねえんだよ、令和なんだよこの野郎って言われたらそれでおしまいなんだけども、やっぱりねえ、家から出るっていうのは人間活動としてすごく重要なんじゃないかなって思うんだな。はい、だからまあね、もしこの動画を何かの縁で見てくれた人でね、休みの日はだいたい家にいますっていう人いたら、まあちょっとね、一回ね、家から一歩でもいい、一歩じゃダメだな、いつも通勤通学で通らない街にね、ちょっと足伸ばして行ってみたりとか、いつもやらないことをやってみたりとかね、そういう風に挑戦してってもらえると嬉しいな。やっぱり脳って刺激入れないと、腐るまでは言わないですけど、やっぱ寝ちゃうんすよ脳は。刺激与え続けないと活性化しないんで、なんかなんていうんですかね、僕はあんま良くないな、良くないと思います。はい、なんでまあ無理やり趣味持っててもしょうがないしね、趣味ってそう簡単に見つかるもんじゃないんで、だけどまあいろいろ挑戦してみてね、いろんなとこ行ってなんかいろんなものを見たり聞いたりしてる中で、まあもしかしたら、あ、これ好きだな、これ楽しいなって思えることに出会えるかもしれないし、若者よ、外に出ようっていう、ちょっとそれが言いたかっただけです。はい。以上です。はい。ベビースター、ベビースターラーメン